おはようございます。う,んう,んうん、うちの母は82歳でななちゃんの放送を見て楽しんでます。楽しみをくれてありがとうってね。ほら、すごいしょ。80歳が見てるんだこんなんないなが見てんだから。<laughs> <laughs>

いや、失礼すぎだけどでもそれぐらいの世代はこういうのが好きなのよねこういうのが <laughs> ねキャーってキャーって喜ぶんだよねわははってさ <laughs> うんあー愛されちゃってるね私ってやっぱり、ね、あと10年はいけるかなって感じ愛されキャラでやってますって感じでうん やっぱね、モテすぎちゃって困るんだよね。なんか、神様が、やっぱり、ね、わざと意地悪して私を作ったのかなと思うんだよ、たまに。そうやって大勢に愛されて、一人選べないっていうさ、まあ今日の企画にも繋がるんだけどね。なかなかね、一人が見つからなくて大勢に愛される人ってそうなんだよ。 本当のね、一人を愛すことができないっていうさ、この罪。<laughs> カルマっていう。<laughs> ってなんかね、そろそろね、寂しいんだよ。ケンジ君と別れたかな。まあ、今日の企画でもやるんだけどね。もうそろそろ彼氏が欲しいなだうんちょっとね、限界かな、みたいな。そろそろ男が欲しい、みたいなさ。うん そうでしょカラミンに紹介してもらおっかな。カラミン、男紹介してよ。んカラミンだって長いんだろここ。男紹介しろよ。<laughs> じゃカラミンとケンジ君は、あのー、知り合いだと実はね。 もともとカナミンの枠でアイテムとか投げてたんだよ。うん、オフ会とかにも行ってたんだよ。<laughs> うん。だから私付き合った時ぐらいの時にケンジ君の話をしたんだよ、カナミンにはね。実はーってね、ケンジ君と付き合ってんだよねってさ、えぇ、ー、みたいな。あの人みたいな。私会ったことあるよみたいなさ。で、今度3人で三重県でご飯食べようね、みたいなさ。 そう、そ約束をしてたんだけどね。軍曹もしてるよだって、軍曹の深いところにも行ってたもんね。か軍曹、カナミン、TJ さんの枠によくいたんだよ。好きなんだよ。健ンく君は。うん。でも私ね、未だにね、カナミンのことはね、レズビアンだと思ってんだよ。 もうあまりにも男の影がなさすぎでね。初めて会った時からレズビアンだと思ってんな。<laughs> <laughs> なんか男の影がない女っているじゃん。いないなんか全然男の影がしなくて、この人大丈夫みたいな女の人いるじゃん。<laughs> なんか男っぽいっていうかさ。うん で、なんかさ、ペヤングとか食べちゃってんじゃん。あれはさ、ちょっとなんか違うよね。こうやってさ、ちょっちょっちょっちょ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 ,ちょカナミンの大食い見たことある最近ペヤングのさ、大盛り発売されてないからね、新作ね。カナミンが輝く場所がないわ、みたいなさ。うーん。今日どうしたって何 何今日どうしたってんなんかおかしい今日あちょっとテンション高いんじゃない今日うんそれはなぜかっていうとねちょっとトイレ行ってからなんだろうねなんだろうねそういう日なんじゃないの なんか、機嫌がいい日なんじゃないのうん。<laughs> 1ヶ月、に1回ある機嫌がいい日なんじゃないかな ?FTM ですが、ゆくゆく奈々ちゃんと席を入れることを考えてます、だって。えー、奈々ちゃんが、えー、ん考えてて、買えないつもりですがあー、そう、あなたが、 えっと、性別を変えないで私と結婚したいってことか。まあ、できるようにね。女性の状態で私が男性の状態で結婚するって、そういうのもありよ。うん。そういうのもあり。えもう見つかっちゃった <laughs> <laughs> じゃ、こっからお話ししたりとかするんで、ね。そうね、テレビ電話ね、お話ししようかなと思ったんだけどね。 で、ちなみにね、今ね、募集したいという人はね、あの、LINE を開放してるんで、企画用の。まあ、一応企画とは言ってるけど、ガチなんでね、私ね。まず一人目、この方ね、鹿児島のゲイの方だって。結構いい男じゃないねえ、二重で。なんか、優しそうな感じよね。配信者なのかな、この人。 ゲイっぽいと。<laughs> 確かにゲイっぽいけどね。まあ、いそうだけど。でもどうなるのね。私、ゲイの人と付き合うのって、久しぶりだからな。大丈夫かななんと、チンプついてるから一緒だよね。ちょっと電話してみようかな、この人ね。えー、まず一人目でしょ。恥ずかしいですって言ってね。ちょっと電話でとりあえず喋ってみる。大,大五郎ちゃん、最初行きますね。 おはようございます。おはようございます。おはようございます。ます大五郎さんはい。これさ、LINE、l i のトップ画がなんか子供の写真だけど、既婚者なのかなあ、結婚してました。え、じゃあ、もともとのんけってこといや、のん、まあ、のんけっていうか、まあ、普通に男が好きなんですけど。結婚してたってどう,いうことあの、分け知りで、あ、元嫁さんもですね、分け知りで。うん。 結婚したんですよっいえ訳を知ってて結婚した人あ<ー>、うん、じゃあなんかそういう制約結婚みたいなの制約うんまかんな, <laughs> なんだうんそんな感じでふんそうで今埼玉にいるんですけどうんえっと2月1日からその子供に会いに行くんですけどあそうなんだ そうなんか近かったかなと思ってなんか会えたらいいなと思ってちょっとメールしてみますそれは何ただ会いたいっていう感じで付き合いたいみたいな感じないんだいやまあほらなんかこうそっちもあ会わないとなんかあれかなと思ってもう全然私 OK 自分だけでこう言ってても仕方ないから <laughs> もう大丈夫付きあえるよあ <laughs> 準備 OK ケー <laughs> あ本当に <laughs> 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 でもあったからじゃないとダメか、ね、やっぱねいやうん何そのモンジョリさんがやっぱほらみんなちょっと一通り見てうんあのー、後からでもなんかこうこういう抱いてくれるんだったら一度お会いしてみたいなとは思ってますああなるほどねそれいつに来るんだっけ2月の1日にああ2月、は、の、い、1日あともう 2>, はい、2週間ぐらい滞在するので、<ー>その期間に会えたらまあまあいいですけど、まあ、忙しそうだから毎回 <laughs>、はい。なるほどねは。配信とかやってる人なの、はい、いや、配信はして,してません。してない一般の方で、リスナーさんというか。はい、あれ、僕も見てますあ。闇とモンジョルさんを見てますね。<laughs> 闇,あ闇リスナーでもあんだ。はい 闇のところよしょっちゅう上がってるんですけどうーんはいビデオ2はみんなできるって言ってるんだけどいや今今でちょっとできないんですよあ今できないとねあ闇,そう闇のところは顔顔はこれね上がってるんで早め、ねはい、のとこでは上がってんだはい、はい、何回か上がりそうで見たことある人はいるんだねあはいですあると思いますイケメンってみんな言ってるその見た人は いやいやイケメンではないんですけどすでもゲ,、はい、ゲイなんだよねああそうですねはいですえじゃあ男の人とは付き合ったことあるってことはいちょっとちょっと前に8年ぐらい付き合ってた人がいるんですけどえー、結構長はいまあ、うんな長くは付き合える自信もありますなんかこう <laughs>、はい、でもさ私はほらゲイじゃないじゃん見た目 ああそうです、ね、そう,いう人でも大丈夫なの自分は全然大丈夫なんですけどそれこそやっぱほらあってからじゃないとその写真だけで判断されて、うん、なんかこうなんか付き合ってもらってもなんかこあれかなと思ってああなるほどね <laughs> やっぱあ,あ,あ,あってじゃないんですけどなんかそういう機会があれば一回お会いしてそれでもいいって言ってくれるんだったら付き合ってくれるた方がなんか自分が気が楽なんで <laughs> はいうんね、年齢はいくつなんですかいや、まあ、自分44です。え ?44。ええ、見えない。79年まれですね。昭和54年です。<laughs> あ、そうなんだ。年上なんだね、私より。年下かと思ったもん、はい、あ、年上でよければないけど <laughs>。は,はい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 。じいさんでもよければ <laughs>。はいはい、はい、はい。だからほら、じじ枠として。 ちょっと四隅に置いててもらって、あとの人をちょっと見てください。ま <laughs> た。ちょっと吟味していいですか？はい、吟味してください。<laughs> え選ばれたらラッキーね。あ、はい、ありがとうございました、うん。ちょっと待っててね、じゃん。吟味して、はい。ありがとうございます。は,い,はい、失礼します。なんかいい人そうだよね。どうみんな？はい。はい、もしもし。おはようございます。 え、マジすか。はい。本物っすか。本物です。やあ、えー、お名前なんてうん言うんですか。あ、私っすか。私はえふえっと名前ってあれっすか,か。なんか通名でもいいですけど。あ、通名っすか。え、どの人を呼ばれたい名前。じゃあじゅんじゅんで。<laughs> じゅんくんはい。じゅんでお願いしますい。いくつなんですか。今ですか。今僕三十八です。 お多分同世代ですね。そうだね。え、マジで<え>昭和でしょ昭和。昭和っすよ。昭和のおっさんやん。おっさんっすわ。おっさんではないんじゃないの、はい、全然。ほんま、うん、ほんま。ほんまってことは何 <laughs> 関西の人うん、そうっすよ。はい。え、あの、食べ物ですかえ、全然いいよ。え、ほんまいや、ちゃうねあのな。うん。 関西弁の敬語ってバリムズいねん。あー。そう、だから、あれ。んか自分の声聞こえた。<laughs> バリもらい。<laughs> <laughs> 確かにね <laughs> <ー>関。関西ってどこなのな兵庫、兵庫っすわ兵庫。はい。兵庫って兵庫県兵庫県です、兵庫県です。はい。あの、あの神戸とかです、ね。あー。 やばい、やばい、一万二千八百四十人。俺の声聞かれると、やっぱり恥ずかしいわ。なんで恥ずかしくないし。ほんま?。そや、俺。一人じめできるんだ、ね、よ、あなたは。一人で。<laughs> 私のことねえ。そうよ、今独り占めしているのよ、奈々ちゃんのことしかもね、あの、このババババアともか、見とるんやろ、これ。な、何をおっしゃってんの?ああ。大丈夫かな。ババアともっ見とるちょっと、私も動揺しちゃって。<laughs> <ま>いつも言ってるやん。いつも、いつもナルちゃん言ってるやん。このバードムゲー。ご、ゴミまあ言ってるけど、私が言うのと、ジュん君が言うのは違うからね。<laughs> あ、ちゃうよな。それそう。り始めちゃうから。誇 <laughs> り始めちゃう。耐 <laughs> 性がないから。平かえ、ジュん君は配信者の一般の人なのえ、配信はね、ちょっとふわっち昔やってたんやけど。あ、元ふわっち配信者だよ。 ああそ,うそうです。で、あのー、うん、バンになって、やめましたなな。なんでバンになっちゃったのえー、なんでバンえー、っと、まあ出しちゃいけないものを出してしまったんよね。えー、出しちゃいけないもの。銀行口座とかいや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 ,いやあの、あれっすよ、男の、あれっすよ、象徴っすよ、男の象徴。それ何酔っ払ってチンポ出しちゃったのそうっすね。 ああ、はい、一発ですね、一発バーンですね。それはちょっとあれね、ショックね。<coughs> で他のサイトとかやってないの他やって、やってへんな。やってん、やってへん。ねえ、淳君のさ、顔見たいんだけどさ、送ってくんない顔今今。ああ、わかったわかった。え、LINE でいいそのまま話しながら裏で。あわかったわかった。え、今送るで。 うん。見せてもいいんでしょえ全然みんなに見せもってえよ。ってえ若干加工してるからかまへん。うん、別にいいよ。かまへん, <coughs>、うん。かまんない。えま、まじで送ったかいそれともネタってやんとこう。まじで送るわ。ま普通、普通でいいよ。ね、なんか普通。<laughs> 上送りの下、りましたりのすち,ちょ、ちょいお待ちをいいよいいよ。 今何でお姉さんとか今。もうか私もよ、そんな初めましてなの。ばばあどもが言ってるわ。妻。ばあばあ言わないでって,ってんそんなあお姉さん、お姉さん。お姉さん,、ね、<laughs> 姉さんでも逆にダメなんじゃん逆にあるやん。ひにくひにっぽい。そうだね、普通だ、普通。<laughs> 早く送ってる写真を。ちょっと待ってよ。<laughs> 待ってよ。 あ、俺、障害者だけは大丈夫何の障害を持ってんのえーっとですね、発達障害ですね。あでも、そんぐらいだったら別に落ち着きないぐらいでしょえー、うーん、そうですね。あの、ASD と ADHD ですね。うん、ASD って何あのね、昔で言うとアスペルカーですね。あー、なるほどね。別に私はそんなに、 あ、これが顔あ、ねね、あ、でも結構好きな顔かもしれない。いやほんまにこういう、うん。ちょっとオタクっぽい。え、オタクっぽくはないけどね。な,どねなんかこういうな、なんかなんやろ。こんな顔好きなのこのなんか。あでもまあ、あま悪くはないねな男っぽしないな。配信者、ルイジ君っぽいねルイージ えでも私、ブサって言われた。無理、キモいって、オーバーハンドも言っとら、私は全然大丈夫よ。ほら、奈々ちゃんも言ってるのは大丈夫って。でもなんでさ、これ髪の毛ピンクなのなんでやろわからへん。なんかアニ,メアニメオタクみたいな感じアニオタいや、別にそんな意識してへんねんけど。この T シャツは何この T シャツは。この T シャツはあれっすね。あの、プリコネっていうゲームの。あ、 ゲームが好きなのそうですね。うん。プリコネ。はい。ねはい、それはどういうゲームなのえっと、まあ、RPG ですね。うんうん。それ2人でできるのかしらいや、そういう、2人じゃできないですね。あの、なんていうか、そう対戦ゲームではあるんですけれども、うん、あの、コンピューターが自動でやるので。 うん。はい<あ>。操作して、まあ、操作してあの対戦っていうのはないです。でもさ、私と結構離れてんじゃん。<laughs> そう前などう。どうどうやってデートする？どうやってデートしようかな。それが問題やな。なお,お金は結構余裕ある感じお金ないっすよ。障害人気受けてるぐらいやから。あ、今仕事はしてないの 仕事してますよ。してるけど、もらってるの年金を。そうですよ。一般就労じゃなくて、就労継続支援 A 型っていう、ちょっと障害を持った人が通所するような福祉サービスですね。まあ一応最低賃金は保障されるんですけど。あー、なるほど。え、ちょっと今日しんどくて休んでるんですけどね。あ,あそうなんで、そういう日もあるんだね。体がしんどいとき。<laughs> まあ、そうだね。体と、体と精神的に。うん いろいろありますよねそこねそうですよえ今は彼女とかいない,い,ないのもちろん彼女は左ですね左右じゃなくて僕 <laughs> 左聞いたんすよ <laughs> <laughs> あでも天才タイプだね左利きでもあれなんよあの書くのと、うん、書くのとか橋は右強制強制されてるんですよ ああ、なるほど。じゃあ、どっちも使えるってことうん使、使えます。使えます、使えます。うん。でもなんか、デートの時とかね、こう、ぶつかりそうよね。うん、右と左だとね。うん。私が右側に歩けばいいんだ。<laughs> あ、違うか。私が左側に歩けばいいのか。左側右側いやー、でもあれやん。うん、あのー、 あれや車車とか通る,通るんやったら、ねうん、俺が道路沿い歩きますね <laughs> 危ないから <laughs> キャシャラ <laughs>、ね、キャシャラならちゃんでね車ドーンっていったらもう <laughs> バ,バラバラになっちゃうから <laughs> この筋骨隆々な俺が守りますわ本当？守ってくれんの 守ります私守るの大変よ結構、敵多いし。味方も多いけどさん。え、何が多いんですか。うん。敵も多いから守ってくんないと。本当に守れんの<え>私のこと本気で。守りますよ。うん?守りますよ。ナイトになってくれる?。え?。ナイトに。なんて?。ナイト?。ナイトってなんですか。 <laughs> ナイト、私のナイトだよ。で騎士になってくれるって。<laughs> 私の騎士、騎士君騎士君になりますよ。わかったわ。騎士になりますよ。じゃあ<え>また連絡するわ。<何>ああ、わかりました。ありがとうございます。うん、はい、ありがとう。いえいえ、こちらこそ。<laughs> なんかイライラするわ。このいい、もう心をね、奪われてね、実はね。 イライラするとこが、ちょっと気になり始めてる。うん。いいんじゃないのあ、はははおはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。ひろひろやすさんって読めばいいのかなあ、そうですひ。ひろくんでいいかなあ、はい。なんか、彼氏がいるって。そうなんです。一回、うん、あの、二丁目のあの、 モンジョリさんのところにシャンバン買いに行って、彼氏と一緒に。ああ、はいはい。あの、入り口のとこでね、写真撮ってよね。あ、そうです、そうです。はい。おうおう。え、でも彼氏いるんだよね。そう、彼氏も好きなんですよ。好きだけど、三人で付き合うってこと。<laughs> <laughs> そうです、それ、そうですね、三人で。ん三人で付き合ったらいいかなって。 3人で仲良く、うん、そ,うそういうの私したことないん、ね、で、はい、3人で付き合う、うん、はいいや本当にこれあれガチだからね私これネタじゃなくほんとにほ本当に余儀ママも余儀ママもいいんですけど余儀ママも余儀ママもタイプと <laughs> 楽しいんで。 ヨギママはリスナーですあもともとそうなんだ。はい。えー、そうだったんだね。じゃヨギちゃんと4人でってことかな、はい、<laughs> あそうですね。そうだと。でも私はヨギママと付き合いたくないんだけど、うん、ぶっちゃけ。ああ、そうですね。<laughs> どうしようかな。あそっか、ヨギママも彼氏いますもんね、そもそもね。そうだ,だからヨギママの彼氏も入れて5人になるんじゃないの、うん、あ それもあかもしれないね計算的にはね。そうですね。ちょうどいいかも。うん。ええで、ひろくんはどこに住んでんだっけあったんですよね。足立区。足立区と、えー、あ、じゃあ結構近いね。はい。1時間半ぐらいか。車とかあるんだっけ会社の車を。あ、免許あると。あ、免許あります。はい。免許あり。 はいうん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 あと何だろうな、うん、でも実際合ってるからね私ねまあそうですねそんなに聞かなくても分かるかも <laughs> <laughs> そうですね <laughs> テレビ電話はできるの、うん、テレビえもうちょっと化粧水とか何もしてないんで、うん、ああじゃあ写真でねこの写真でうん ひろ君、かっこいいよね。うん、私多分会ったときかっこいいって言わなかったん、えー、言わなかったか酔っ払ってたかな、うん、<laughs> <laughs> でも、あのドレス着てたじゃないですか、紫,紫あの時でも雨降った後の椅子のちょっと濡れてるところに、そ,ううん、それを引いてくださって、でそこに座ってって言って,もらって、その時にもう、あこの人は運命の人かもって、ちょっと正直思っちゃって。うん <laughs> <laughs> こんな優しい人いないなと思って。じゃもうね、全身ビジャビジャだったからもうどうでもいいやと思ったんでね。そのドレスも濡れてたからぶっちゃけな。あ、そうなんすかまあそんなことないけど気使ってねやっただけ。もうそう、そこがもう素晴らしいなと思って。そこでキュンとしました。はい。あなるほど。広くいくつだっけもう31です。一。三31歳。あれ、彼氏さんはいくつだっけ 彼氏51かなん ?51 歳。えそんな年上なのあの方。あ、そうです、そうです。51? はい。僕多分75ぐらいまでいけるんで。彼氏さん若いね。そうなんですよね。見た目は40代みたいな。そうだよね。はい。おしゃれだったし。お。うれ、ん、しいですね。え、70いくつまでいけるの上はうん。上は多分まあ、 下は無理なんですけど上は別にもう生きてたら何歳でもいけるじゃあじゃあ何老け線ってことそうですそうです。じな今の言葉だとなんて言うんだっけえでも老け線じゃないですか、ねあ。でも老け線まではいかないああっおけはあれでしょ、うん、もう死ぬぐらいなんでしょおけ <laughs> に入るみたいな。<laughs> そう。基本年上か20代もやったことないですしね。そうだよね。うん これはちょっとヨギママにも喋んなきゃダメだね、これね、後で。そうですね。そうなった時は。そう,そうですね。またヨギママに連絡して連絡するわ。はいうん、お願いいたします。はい、すいません、お時間いただきまして。はい、ありがとうございます。失礼します。でも多分ね、イケメンなんだよ、私。だからし、敷いたんだよ。スカート。いい男だったから、そうやってサービスしたんだよ。 ブスの中村くんとかだったら床に座れるぐらいな感じで言うんだけどうんあこれは何ですか<あ>テレビ電話テレビ電話一応つけてはい,いあちょっと待ってくださいはい顔出しできるんですかあ,<れ>あのムービーで、ね、あできましたねあちょっとこれ画面に映していいですかあ、どうぞどうぞどうもどうも <laughs> あ、初めまして。2> 2ね、えあの街で一回、あのー、あのー、あの配信者の人がし話しかけに行って、うん、テレビでお仕事で一回喋ってるんですよ。あ、そうでしたっけはい。一回だけ。あじゃあ2回、二、はい、回目まして。二回目ましてなんですけど、僕そ、まあ、それからあんまり見てないんで、初めましてに近いですけど、はいこう。こうちゃんはいくつだっけ、はい、<30? S 2> ?34 歳です。はい で、配信歴がなんか10年10 ?11 年目ですね。ってことはニコ生からもうやってるってことかなえっと、YouTube からですね、一番最初。あ、YouTube YouTuber から。そっからツイキャス来て、ツイキャスちょこちょこやってます。へえ。今もあの24時間配信であの、ツイキャスではやってるんですけど。うん。なんか面白そうだからなと思って、ちょっと最近楽しいことないなと思って。<laughs> 私と付き合えるの ちょっと、ちょっと、ちょっと、会ってみないとわかんないですけど、あの、書いた通り、あの、女性しか付き合ったことないんで。まあ、そうだよね。大体そうだもんね。そうん。うん。うんあと、とうせながちょっと面白いかなと思って。まあ、面白しろいけど何でもありよね。<laughs> そんな感じでしょ <laughs>、まあ、本気かなと思うんですけど、まあ、ちょっと、まあ、なんか、違う世界も見てみたいなと。うんちなみに、女性とはい,いつぐらいが最後で えー、付き合ったのは六年前ですね、最後あ、六年前はいそれは年下っ年上あ、年上でしたねはいはいはいうん、えー、ど、どどんな人がタイプなのどんな人がタイプ女性で言うと、例えば芸能人とか優しい人だったら優しい人男とかはもう、どんなんでもいいんですけどはあ。なるほどね でも、岡間ちゃんは初めてなんだもんね。初めてですね。普段どう,う配信してるんですか普段ほぼ寝てます。寝てるんだ。お口で喋るときはうるさいですけど、<laughs> ほぼ寝てます。でも確かに布団が引きっぱなしだもんね。<laughs> もうすぐ寝そうだよな、そこで。えっと、38歳だっけ十四歳。34歳。34歳 はいね、ストライクゾーンは結構広めということで。もう,もう、あのー、生まれてれば、生きてれば。うーん。何でも OK、あと、なんか、相手に求めることってないんですか、なんか。相手に求めることは特にないですね。特にない特に、ね。優しければ。今はツイキャスでやってるんですかツイキャス一応やってます。うーん。あとじゃあコラボとかでもね、全然。 最初ねあまあ、まあ、そういろんなよりちょっと、まあ、どこで住んでる国道障害持ってて。何の障害あのパニック障害うつ病せあの社会不安障害っていうのを持っててああ結構いっぱいお持ちで <laughs>、まあ、まともに外は出れないんですけどえい今も出れないのまあもうまあまともにはとって出れないです、ね、じゃあ私がお家に遊びに行けばいいじゃんもうもう全然遊びに来てそれは大丈夫 全然オッケーですお家はどこらへん茨城県上寿市 <laughs> 何茨城県の上寿市茨城県の上寿司。の上寿司。うんこ、ここ行ったことないね行ってみたいな私。もう、もう、全然もう。 歩けますよもないんで、うん、えー、それ何何飲んでんのそれもうあのリスナーからもらっておたお手です。それ鼻から飲んでみてこれこれ鼻から飲めんのかな <laughs> 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 <っと> じゃ、紅茶いいね。コラボ、コラボね。ごめんね。ちょっと変な切り方でね。えー、お鍋ちゃんです。子供がいるので見た目は女性ですが、子供が大きくなればホルモン注射など打つだって。ちょっと話してみる ?YM さん。お鍋ちゃんで子供がいる。はーい。い。あ、もしもし。はい。 あ、y m んくんって呼んだ方がいいのかなあ、えー、っと、い、今のところは、3、3で。y m んはい。えーっと、子供がいらっしゃるんですよね。はい、子供がいます。y m ん既婚者ではないです。で、今、いくつなんですか 今36に来月なります。36歳。はい。ってことは、今、性別は女性ってことですよね。性別的な、あの、戸籍上は。ああ、そうです、そうです。で、中身が男性なんですか心は男性ですね。あ,あそれはいつ頃かな それは離婚をしてからですね。ああ、ってことは何なの ?FT?MT? んなんだっけどっちになんの ?FTM?MTF?MTF ですかね。MTF。うんうんうん。で、これから治療、男性ホルモンとか治療していきたいみたいな。 そう,そうです、そうです。男になりたい方ですよね。そうです。うーん。あ、逆だって、FTM だって。あ、逆、逆なんですね。え、でもさ、女、女性と、女性が好きなんだよね。女性、女性が好きというか。んうーん。あのー 一応、まあど,どっちでも。あ、バイセクシャルってことか。はいうんバイセクシャルの男になりたい人か。はい、そうです。はい。じゃあ、私のことはどう見てるのかな、ぶっちゃけ。あのもし。 あ、ナナちゃんのことはうんまあ一応女性として見てますね女性として付き合いたいみたいなはいおーなるほどなんか写真とかあります写真は顔の写真一応顔出しできる人を募集なんですけどはい 顔を見せてもらえますか今のところちょっと写真がないんですよね今今パシャって撮ってもらって LINE に送ってもらえれば今何にもつけてないんでうんじゃあまた後で送ってもらおうかなそれもはいはいはいうんでどこにどこら辺に住んでるんですかあ九州です 九州はいあら遠いですね結構ね遠いんですよ九州でうん子供がいるって言ってたけどそれは元旦那さんがいたってことですかあ旦那がいましたうんななんで別れちゃったんですかえー、旦那の不倫です 不倫。あ、旦那さんの不倫。不倫が原因で別れちゃったんだ。はい。はい、おおそれで何男恐怖症みたいになっちゃったのそうですね。うん。それで女の子を探してるみたいな。はいはいはい。うん。え、ヤミーのリスナーさんなんですかいや、違います。あ、違うっていうみんな うん。じゃあ、私と会うとなったら、どう、どうやって会うんですかあ、私が行けるなら行きます。あ、こっちに会いに来てくれるとはい。う<ー>ん。<笑><笑>なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、はい。はい。はい。はい、すいません。 あ、これちょっと切ってあ私が切りますねみんなさ叩きすぎだろこっちもやりづらいよね見ててねはいおしもーすはじめましてはじめましておはようございますおはようございますああるさんくんはいそうですはいえー、っとはい まず年齢から聞きますか。年齢25です。すいません、コロナ明けで声,声がガラガラです。すえ、大丈夫かな大丈夫です。もう治ってます。え、な、なんなん、何のあれだったのコロナは。えオミクロンとか今流行った J1 ってやつかないや、よくわかんないです。コロナの陽性だけ出て。うん。結構大変だったそうです。大変でした。うん もう大丈夫のです。あ、でも、喉がちょっと。ま、ん何の声今の。犬の声がします。あ、ワンちゃん飼ってんねワンちゃん何飼ってんのえっと、大型犬3頭飼ってます。<laughs> なんだろうえっと、ハスキーとレトリバーとダルメシャンがいます。ええすごい。餌代すごそう。餌代すごいです。ねえ。 はい、自分の食費より高そうだなそうですねかかりますえっと三え二20いくつだっけ25です十五歳あなんか今仕事中かなあ仕事中ではないです僕も配信やっててうんどこでやってんのふわっちですああふわっちねはいなんて名前でやってんのあ R でやってますひらがなで R でやってます あれこの間私と会ったアルコンじゃないよね。えああ、違い,違います、違います、違います。また違うアルコン。そうです。みんな知ってるいや、多分、仮想枠なのでみんな知らないと思います。えー、なんか顔とか見たいのどんな感じなんだろう。えー、今ビデオ通話できる運転中だけど、あ、ダメか。運転中だから。そうですね、すいません。写真とかない ですすか送りまピュッピュッと。うん、ピュッと。あ、でも運転中か。ちょっと急ぎます。ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、止まった時にね。はい。うん。んピュッと。ピュッとね、ピュッと。ピュッと送ります。顔見なきゃ始まんないからね。 そうですよね私の顔は知ってるけどさみんなはいそっちの顔わかんないもんねそうですねうんじゃあピュピュッと送らせてもらいますねちょっと隣にちょっと顔隠させてもらいますね隣の人はあ女の子が一緒に写ってんのあ女の子ではないんですけどうんはい送りました そういうの好きなんだよね、女の顔を隠してる男見たらさ、<laughs> よく送られてくるんだけど、<laughs> そんなかね、ムラムラすんな。<laughs> 送りました。あ、どれあ、LINE で送りました。え、かっこいいじゃん。いやいや、全然かっこよくないんですけど。もうあり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 若いね。はい。25です。え、何の仕事してんの えーと美容関係の仕事知ってますええー、何何何の何の美容えっとネイルしたりまつ毛つけたりしてますえー、めちゃくちゃいいじゃんやってますえー、私のもやってくれるあぜひぜひやら,やらせてください結構手先器用なのねどうですかねでも昔からそういうなんか細かいことはすごいです なんかちょっとイキリスト君に似てないイキリスト君の系です。イキリストさんですか全然イキリストさんぽかないと思うんですけど。な,なんて言われるあのリスナーさんに誰に似てるって言われるあのー、バドミントンのも桃田選手。バドミントン桃田。桃田あの,の。桃田なんか桃田に似てるって言われます。うん。 って言われたことあります。モモだ。はい。二段ね。え普段はなんだろうその仕事の合間に配信をしてる感じ？そうですね。仕事の合間とか夜やったり、仕事出勤、うん、前にやったりとかやってます。うん,うん。えそういう職業ってなんて言うんだろう？美容系？美容系。 まあ僕はあの今まで美容室で勤めてきたので髪の毛のこともやってましたからあ髪もできるんだ髪の毛もやってますだけどあんまり得意ではないですじゃあ何て言うんだろうなヘ,ヘアリストじゃなくてあビューティーアドバイザーみたいなア,アイリストとネイリストですうんまあ美容系ですかアイリストそうですねはいなんでそれは学校とか行ってたのそういうのあ美容学校行ってましたへえ え、じゃあ自分でお店経営してんのいや、それはしてないんです。後々できればいいなと思って。ああ、夢があるのいいね。うん。で、免許持ってると美容師免許持ってます。え、今、彼女とかはあ、彼氏がいます。えだから3 3、3人で付き合いたいなと思って。<laughs> っっえ、ゲイなの <laughs> ゲイですね。ああ、なるほどね。 はいゲート3人で付き合いたいってどういうことだろう、ま、たあの俺がもう七年5年ぐらいずっと奈々ちゃん見てるんですけど、うん、彼氏が去年で彼氏に勧めたんですよ、うん、奈々ちゃんいるから見てやって名刺部まで入っちゃってずっと貼っ,って見てるんですよええ相方がそうですそうです えー。もう、えー、なみちゃんのこと大好きらしいです。ああ、そう。はい。でも、それも面白いね。3人でデートとかね。楽しそうですよね。い配信でね。ではい。うん。え、びっくりした。のんけかと思った私。嘘、本当ですか。のんけっぽいね。嘘。言われないのんけっぽいって。 あんまり言わないですね。でも気づかない友達は多いと思います。気づかない気づかないの彼氏の写真は出さないでちょここで。<laughs> でも三年 <laughs> とかで付き合ったことないよね。じゃまた連絡していい。はいお。お願いします。いありがとうございます。すいませんお忙しい中すいません。せんはいありがとうございます。失礼します。 あ、先ほどのね、あ、でも先ほどのお鍋さん、写真が来ましたね。YM ちゃん。見るみんな。結構美人さんだね。普通に美人だよね。綺麗だよね。もっとなんかクソババーみたいな感じかと思ったまあ <laughs>、普通に綺麗だと思うよ、ね。 ただ男の人には見えないかな。そこだよね。心は男だけど見た目やっぱ男じゃないと。ハチみたいに。私は申し訳ないから女の人にしか見えないかな。はじめまして。あ、もしもし、はじめまして。ひろき君でいいですかはい、そうです。 えーっと、ひろきくんはいくつですか ?31 歳になります。あー、意外とあれなんだね。若く見えるね。あ、本当ですか。はい。ありがとうございます。え、ゲイの人いえ、ゲイではないですあ。ノーマルの女の人が好きな人。そうですね。はい。38歳だっけ3十？はい <30? S 2> です31歳はいはいうんそれでであのいつもあの、ナナちゃんの配信見ててうんではいでナナちゃんの企画とか見ていくうちにちょっと気になり始めたって感じ、うんうん、えー、それは恋心ってことそうですね それは女性ととしてってっことそうですねあのー、最初奈々ちゃんのことを女の子だと思ってたんで <laughs> 見てたんで最初はね,ねはいで途中からその まあ男性の方っていうのを知ったんですけどああ最初はそう思ってたねのねはいふんど,どこに住んでんだろう今大阪の方に住んでますあ大阪まあ近いねうんはい、はい、結婚とかしてんのいえ恋人もいないいないです うーんはいじゃあデートの時はどっちが遊びに行こうかねお互いにって感じかなそうですねまた話し合いをしてみてあのまあ僕から言っても全然いいですしそこははいやっぱななちゃんも ナナちゃんも配信とかで忙しいと思うと思うんで、うん、そこはやっぱ話し合いでちゃんとこの日会いましょうっていうのを決めてからじゃないとやっぱいけないかなと僕は思うんで、うん、仕事はしてるの仕事は介護の仕事をしてます介護はいふんひ,ひどんなさんではないんですよねあっ違います <laughs> あ違う <laughs> ひどきっていうからね、やっぱね。<laughs> 声もなんとなく。ああ、そう。似てますか <laughs> な,なんとなくね。ああ<ー>、うん。そうか。<laughs> なるほど。じゃあ、まずはデートからだね。はい。うん。わかりました。あ、テレビ電話みたいな、はい、顔出せる これちょっと加工入ってるもんね、この写真ね。そうですね、ちょっとだけ出せるテレビ数。あ、はい。ちょっと顔見せて。あー、でも全然違うね。<laughs> でも加工なしの方が私好きかも。これみんなに見せていいあー、ヒロキ君の顔、はい、私、加工なしの方が好きだな。はい、あ、そうですか。 見え,てる <laughs> 見えてます。えっと、ひろきくん。なんか誰かに似てるよね。二宮二宮えー、でもなんか優しそう。好きな顔は私結構。あ、そうですか。ありがとうございます。うん、いいね。優しそうで。<laughs> <laughs> え今日はお仕事休みなのそうですね今日はそうなんだな,なんかペットとか飼ってるペットはあの猫ちゃん飼ってますあなんかねガサガサ聞こえるかなああ<ー笑>そうだったんですねまだ子猫なんでわんぱくでうん ちょっとカメラ近いなでちょっと離した方がいいんじゃない、はい、あそ,うそ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 う。はい。あ、そういう感じでね。はい。うんふんふんふんいいねあ。ありがとうございます。いいね。候補に入れていいですかあ、ぜひよければ。ね<え> <laughs> はい。あの、候補に受かった人たちは私の本ちゃんの LINE を教えるんだよ。 あっそうなんですか。うん。よろしいですかっていうかね、私が好きだった人の顔に似てるわ、高校の時に。ええ。似てる。嬉しいよな。はい。じゃあまた連絡するね。はい。ありがとうございます。すいません。失礼します。ちょっと緊張してるね。 緊張してるわね。えー、でもいいかもしんない。タイプ的にはタイプちょっと迷うなんだね、しよっかな。じゅんくんあ、もしもし。うん。さっきはごめんなさい。いや、別にいいよ、ちょっと私はととちょ。ちょ、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 待ってください。はい。ちょっと、さっき買ってきたんすよ。ちょっと、上着だけ脱がしてください。上着 はい、テレビではできないのテレビはできないですねなんでちょっとしゅ宗教上の理由で申し訳ないです宗教の理由って何 <laughs> 宗教上の理由いやいや恥ずかしいっすよ <laughs> じゃみんな顔出してるしそれ条件だし条件見れないないや俺励とうからなちょっと待ってよ ハゲてても何でもいいけど条件じゃんこれ顔出しができる人ってここに書いてあるしよほら大文字書くんえ顔出して動画のことだそうだよ、ね、動画でも写真でもいいけど写真じゃわかりづらいじゃんっていう話、うん、いやいやいややさすがに見られてる <laughs> じゃダダっ子はいいんだけどもう動画で見せてじゃあ私だけ見ていい それだったらいいでしょいや、今は無理やわ。なんで付き合うのにええー。いや、それは個人的でええやん。どうことよ。ごめんなさい、なんかあの、な名前聞き,なくて聞きました。申し訳ないです。何個人的って。なんか今個人的じゃん。<laughs> 放送には載ってるけど、個人で見せてって言ってんじゃん。やそうそう。だから個人であれやん。だ見せてって言うんだ,よだら放送が早くボタン押してって言うの。いい時間ないんで。ボタン押せない。 ん押せない。押せないっす。じゃあ、私が押すよ、ほら。押してんじゃん、ほら。見えてるでしょ、<laughs> そっちに。見えてますよ。いやいや。いや、だって今、あかんて。今て、じゃあ、いいじゃん、私にしか見えないんだから。もう、時間がないって言ってんじゃん。知らんわ、そんな。じゃあ、こっちもしないんで、おめえが勝手に募集してんだろ勝手に募集勝手に募集してきたのが、私は選ぶ方なんだから。早くしてよ。ね 俺おはようございますと言っただけやん。ん <laughs> なのよ。<laughs> おはようございますと言っただけやんか。じゃあ何募集してないってことだったら余計話したくないんだけど。えいや、とりあえず、とりあえず、うん、あのー、カメラはちょっときついっす。ずーっと私見せてんやんな。俺なんで見せてんので、<laughs> 私もやんだ見せない。いや,いや、いやいや。ごめん、無理っすわ。ちょっと。 ラフはついこほかに写真送ってんじゃんこ,れでこれだけじゃ分かんないよねん、ね。ナイチンゲーム。ナイチンなんかインコみたいの。いインコ <laughs> インコみたいじゃなん。な <laughs> ほんまやな。ちょっと待ってな。うん、もう一枚、えー、もう一枚。もうちょっとよさげなやつないのなんかこうインコみたいなじゃなくて。よさげ これ、自分でいいと思ってこれ送ってきてんのいや、これしかないです。僕、自撮りしないんで。今撮れやいいやん。今撮れん。動画だったらやで、写真だったらいいんでしょだから写真送りますよ、ちょっと待,っっ待って。今撮っておくれよ。待って。もう。大変じゃないですか。せっかちやな、奈々ちゃん。時間がないっつってんで、11時っとちょっと,ちょっと、ちょっと話変わるんやけどさ。 変わんなくて何に変わったのあえちょっといい何あのさ、うん、まあ俺まあホモでも何でもないんやけど、うん、あのんやろダンスえ女装してる可愛い男の子はなんかいいなって思うんやけどこれって何この気持ちは、うん、普通じゃないあ普通うん普通の男の子よそうなの女が好きってことでしょ かわいいよな。なんかそうなのか。<で>うん、私が化粧したらいいの化粧してたら、いや、化粧せんでも入れよかわいいや。そうなのうん。だから写真を早く送っても時間ないかな。ちょっと待ってよ。ニューフォトボン。ニューフォト、あ、間違ってエロ画像送っいい, <laughs>、ね、いい加減にしろよ,よ、本当に。やめてそう,いうのエロ画像とか。<laughs> <laughs> 似たようなのしかないんだけど、いい いいよ。いいですかうん。よろしおま。うん。はいいや、おんなじやつだよね、これまた。何 <laughs> や <laughs>、もう。いや、あふあ昔の古いー、なんか古いやつあるけど、これが今現在なん。ただ T シャツの色が変わってるだけだよ、これ。<laughs> そ,うそ,うそうそう、シャツが変わってるだけで。これ今の写真じゃないの、いのこれ。これ今、今、今。 これ今っっていいうかつた今じゃないんじゃなかったの。11月ぐらいかな。どれこの黒が11月うん、たぶまあ、でも早くだからあれか、ね、10月もうな。んか、おばちゃんのストールみたいのいつ何おばちゃんのストールってなんかこのレインボーみたいなストール。えつなったこれが 1>, 1枚目ね、これ一枚目 <laughs>。これ、あれやわ。<laughs> タオルただの。タオルを頭に巻いてるのでこれが。2枚目ね。な、んかはうってるよ。いや、違うんですよ。放送見てるんですよ。ちゃんの。見ないでよ、おしゃべりなのなごすません。ごめんなさい。で3枚目がこれだなってよい。いや、コメントが面白いんですよ。 見てるとあ僕あれなんですよ、あの追加そのコメントできないんですよ。だから見ないでって言ってる、<あ>今電話で喋ってんの。いや、じゃあ分かった、あの、見えへんわ。ごめん。ミュートにすればいいじゃん、音を。うん、今ミュートにした。OK? ーーだから奈々ちゃんさ、これさ、加工が入ってないの、うん、これ、これえっとね、あそれ加工してない。だよね。それは普通のこれは入ってるよね。 これもそれは入ってるこれも入っとるそれ多分 b クやったかなあ,あ B の6ねそうでそのあれ白いシャツは,は普通のカメラな,なんで髪の毛こんなインコみたいにピンクにしてるのなんやろうもともと金髪やってんけど うん、なんかピンクにしてみようかなってこのしょうもないこのヘアバンドみたいな何このヘアバンドみたいなこれハゲ隠しよどこがハゲてんのハゲてますねこれがまたここはズルって言ってんだそうですよ見たらわかるそういうことそう結構きてんねじゃあこれそうそうだってねこここのバンドが上一番上見てくださいよどれあ上 あここね、<果>ここだねけ。結構上まで行ってるでしょ。ここまで来てる、ここぐらいまでってことだよね。そう、だから、めっちゃ、もうね、やっぱもう気にせんと、もうね、気にせんと。じゃ逆にそのハゲを見たいんだけど。ハゲを見たいいやわ。そのバンドなし、バン,なしバンドなしちょっと見たいの。<laughs> っいのだって会うときはバンドなしでしょ。バンドしてくんの <laughs> <laughs> ぼぼあのハゲのマッサーアイテム帽,帽子をかぶっていきます。で何エッチするときも帽子かぶってやんの当たり前じゃないか。るい <laughs> ちゃったらどうするんズ <laughs> 帽子帽子いやじゃショックじん<の>最初に見ておきたいじゃん、そのハゲを。最初に見ておきたいうん。えぇ、ー、嫌や,や。いや、私別にハゲも好きよ。 気にしないタイプハゲてていやいやでもさ、でもさ、ハゲでもさ、かっこいいハゲとさ、なんか,かっこよくないハゲおるやんか、うん、いや野球でいうとさ、誰やろ野球、うやがみたいなの,のまいちゅハゲてへんや、ね。あ,あまあ、あれは坊主か。うん、あきゅうは原みたいなのとか、まあ、なら、あの中田、なかたしなとかさ。もうどうでもいいんだよね、そういう話はだからはあだから、よ <laughs> あ,あれやろ、よあれやろ、今の俺の,この本気度が伝わんない。い え私と付き合いたいのあ当,たり当たり前やないかそんなもん。悪ふざけじゃないの悪ふざけじゃないよ。こんな俺、喋るの苦手で、こんな大勢の人が見てる中で、わざわざざなんか出えへんよ俺苦手やねんから。そうなの苦手よ俺、あとコミュ障やもん俺。まあ、それはお互い様だけどさ。いや、あなたは違うでしょ。私もコミュ障よ。いや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 、そんな。 緊張してるもんだって今喋りながらほんまですかでもすごいっすよね。だって、あの、話めっちゃ、あ、もう、あいや,いや、いやいやいわ、いい話うまいねって。テレシーお話。うん。まあいいや。<laughs> とりあえず候補ということで。テレシー何それ何それ何 <laughs> それそれ <laughs> なんか大阪 テレシーっキン金前さんね <laughs> そうです、僕 <laughs> <金>金前さんのギャグねいやギャグじゃないですね。あの何だっけあ ?CM があるんですよ。あのポコチャで3か月でなんか、ね、1億円ぐらい稼いだ福岡南って女の人の、うん、が出てる CM でテレなんテレビをテレシーテレビを見るなら いいって言ってるんですよ。で、それが金ちゃんがマネして言ってもうて <laughs> <laughs> えって言われたわ。うん。とりあえずもうね候補決まったんであなたとひろきくんよ。決まりました。えマジですか。えひろきくん。二、うん、人ひろきくんとあひろきくんとだからじゅんくん。あそのひろきくんってにの私のオンラインを送っとくんだよ。お前ですか。うん。 え、それってオンラインで普通に LINE していいんですかいいよいいよ、全然。普通のプライベートラインだからね。あ、マジっすかえ、普通に電話していいんですかうーん、でも、ね、あんまり出ないけどね、プライベート。いやいや、配信中はもちろんし,しないですよ、そんな。メッセージだったら全然やるかも。うんうんうん。配信の邪魔はしないんで。いや、配信がでもいいけどさ。いいんですか夜、じゃあ夜ちょっと寂しくなったら電話する。うん、いいよ、全然。うん。うん。 わかった。じゃあ、あなた合格です。ありがとうございます。合格いただきました。はい。はい、じゃあ、また、プライベートラインから連絡します。はい、ありがとうございます。すいません。はーい。はーい。ごめんなさい。失礼します。でひろきくんにも電話すんね。ひろきくんあ、もしもし。ひろきくんも合格です。二人とも。 <laughs> 候補生に選ばれてプライベートラインを送るんで、はい、そっから絞っていく感じです、ね、い,い,いいんですか奈、うん、ちゃん <laughs> お話ししましょうプライベート l i はいありがとうございますじゃ、うん、またあとで連絡するね放送終わった後にあのにプライベートラインの方かなあはい わかりました。はい。待っててね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん大阪会いに行くか、二人とも。ひろきと、え、じゅんに会いに行くか。あ、もしもーす。ん大君大五くん。あ、はい、そうです。はい。えっと、合格しました、候補生。 ありがとうございます。ごめんね、忘れてて。いやいや、いいんです、いいんです。一番最初だったし、みんなの方が、はい。いい彼氏いないんだよね。いや、いませんよ。だけどね、埼玉来んだよね、はい。埼玉に行きます。ちなみに、どこなんですか私、横浜。おそれこそ、去年も横浜行きました。あの、ランドマークで、小町と会いましたよ。<laughs> 小町今と会ったの <laughs> なんかあ、あの、配信中だったんで、ちょうど。へえ。ー。はい。 その時に行きました。あ,あ、そう。はい。小町くんどうだった？甘、はい、えなった？違いました。え？<laughs> ちょっと違った。ちょっと違った？<laughs> 小町くん？<laughs> はい。ちょっとなんか <laughs> ちょっと違うの。<laughs> あ、こんな感じなんだ配信と思って。うん<ー>。やっぱあそこまでおかしくしないとやっぱダメなのかなと思って見てました。<laughs> <laughs> した <laughs> んかこう画面で見てた方が小町くんは良かったかなぐらい <laughs> 草。くさ、ハって何白クって。<laughs> 白クって何ですかなんか,なんか白ソって言われてるかも。<laughs> かごめんなさい、分かんない闇ともあんたことあんのじゃん。いやいや、ないですよ。あの、その、突だけなんですけど、何回か上がらせてもらって。そうなんだ。はい。で、一回、うん。 会いたいなってまあ、ちょっと思ったんですよねうんそっかそっかまあ自分みたいなのでよければですけどうん会いたいねはい一、まあ、回はあその2週間のうちに1回どっか会えませんか 2>, 2週間ってことはしえっ、ー、と2月の2月の1日から1314、うん、ぐらいまでいる、ね、なんかちょっと会えてる日あったなはい教えてくれたら 自分が横浜まで行きますから。あ、来てくれんのこっちまで。ああ、全然行きますよ。はい。もうその日はも日暇してはい、2週間はなんかいろんなとこ行こうかなと思ってるんで。ねえ、連れててくれんだ。え、どっか行きたくないですか <laughs> うちとかえ、どこでもいいんで。うちはその奈良ちゃんちゃんでん、ね、場所わからないんですけど。うん、直行でいいよ、はい、うちに。あ本当ですか <laughs> <laughs> そうなんですね、いやでもほら私結構あのー、<laughs> インドアなんでね <laughs>、うん、あアウトドアじゃないですか？<ん>あそうなんですね、うん、結構自分外が好きなんですけどインドアですかあでも相手がアウトドアだったらガンガン出てっちゃうタイプも連れて行ってかれちゃうみたいなああ全然いや自分外が大好きなんで多分寝る時が家にいないんですよね <laughs> あそうなんだ <laughs> はいだからなるほどねそこそこ はい、どっか行きましょう。あれ、ま行けたらでいいんで、その、まれ回してくれる私のこと。それ回しますよ。だけど、そっちはあんま知らないんで、逆に、こう、なんか、どっか、どこがいいよとか、教えてもらったら。私もそんな詳しくないけどあ、そうですね。じゃあ、自分が下調べして、どっか行きたいところ、あれ、してもいいですかそうだね。はい。行きたいとこあれば、興奮あればね。はい。わかったわ。じゃあ、プライベートライン教えます。 多分 LINE 知ってるんですよ。え、じゃあスタンプかなんか送っといて、だ大五郎ですみたいな。はい。はいうん、前も、なんか候補に選ばえ、選んでいただいたんだけど。2> え ?2 回目なのはい、ずっと前なんですけど。で、その時に多分教えてもらったと思うんですよね。あら、<私>じゃあ2回通過してんだ。はい。<laughs> だから。あら、まあ。藤沢73で登録されてますよね。 ええー、じゃあなんかスタンプかなんか送っといて。はい、あ送,送っときますね。ありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。すいません。はーい。はい、ありがとうございます。2回だってよ。ええー、前も選んでんだ私。ええー、そうだったけど、でも覚えてないの運命の人なのこれ。こういうのって運命テレビ電話 OK ですか あ、ごめんなさい。あ、またハうってる、ハう、はい、ってる。ごめんなさい、はい。テレビのオッケーです。あ、ぞ、ぞ電気つけるわ。電気つけます。けてなんかこの汚ねえ、汚ねえ掘った手小屋を見られる。ね、なんで急に堅くなに嫌だって言ってたのに。心変わりが。心変わりしたんすわおっさんすね。ごめんなさい。申し訳ないです。え、みんなに見せて,ていいで。めっちゃハゲだね、<い>本当にね。<laughs> ネタちゃうやろ。いやー。でもなんか、はち君に似てる<う>元彼に。もう、これで候補から。私は。元彼に似てない。もう、これで候補から外れた感じがいい。ちょっと髪の毛、逆に後ろにといてみて。はい。それ、今、前にといたでしょ後ろっすか。うん。やばいっすよ。ほれ。あ、でも、そうでもないな。ほら。ほれ。 そうでもないね。ほら。全然大丈夫。大丈夫っすかうん。コメントそうでもない、そうでもない。なんか残酷とか言われたけど。大丈夫っすかね、てーぜこんな感じっす。いや全然い<や>、ハゲてなくない普通に。あ、いやだん。あ。これ。それ、タンコルティーザー使ってんのはい そうさ、髪をさ、結べないなんか、ちょっと後ろでキュッとさ、手で止められないんだから、長いとこ。いやと、え、これそうそうそう、それを後ろでキュッとさ、単発だったらどんな感じかな,ってなじはい,い。ない方がいいんじゃないそれ。<laughs> うん。ない方がいいよね。ない方がええうん。やうわーっ、わ <laughs> 単発の方がいいっしょ。 パンパするのがいいかなしば漬けにしか見えないんだけど、もうそれじゃんしば漬け、うん、もうなんかえな、なんなんしば漬けってしば漬けってあるじゃん、たくあんとかえいや分からん聞いたこと聞いたことはあるけど、俺漬物嫌いだからなそれ何の家の中でそのなんかコートみたいな着てんの寒いのコートコートじゃないですよ、これ上着みたいな あジ,ジップのジップのパーカーっすよあパーカーねそれあ,あ兵庫県のね田舎に住んでるからサンウィンスはそうなのはいやば俺こんなハゲと俺、うん、めっちゃ進行してるなやば気にすることないでもそう逆に前にやるからおかしいんだよですよねですよね逆に前にやるから,から後ろにやればい、ね、い後ろにあごめんちょっとディスナーさんがちょっとあれやなよいしょ 後ろにやってごらん。しますよ後ろ。後ろ後ろに解いておくと、その前にやってるからおかしいんだよ、すだれみたいに。あー、でも後ろにやってしまうと、なんか、やっぱそうなのかな、奈々ちゃんの言う通りにに逆,逆にそれやると、<あ>なんか怪しいよ、なんか。なんか必死感が伝わるよね。だから後ろに解いてみて。いやー。 じゃ、そっちの方が絶対変だってん。後ろの方に。前髪だけ後ろに流せばいいん,んいいだよこれ前髪じゃないんですよ、これ。これね、頭頂部の髪の毛なんですよ、これ。あ、じゃあそれを後ろにやればいいじゃん、それ、頭頂部。れそれを後ろにやって、<れ>後ろにこ。こいつら、え、後ろっすかえ、っていうことは、後ろにやるということは、横に流す。これ、いらない、いらないってことっすよ。<laughs> じゃあそれはあってもいいんだけど、ま、うん、なんか前にあるとおかしいんです、だね、みたいに。<laughs> いいじゃないですか、個性っすよ。ええじゃ個性って。いや<で>そうやって気になるんだったらやんなもいいんじゃないんだったもん。<laughs> あ,あ、違う違う、ハゲが気になってんのか。いや、あの、本当にあの悩んでたのは30前半ぐらいまでですね。うん、まあ別に、あだ,だからさらしてるんですよ、このハゲを。<laughs> <当に> <laughs> あそういうことね。 と、だから、あれだぞ、ハゲ薬にね、乗ってるんですよ。バリ、バリカンとかないのこの。あ、後ろは何止めてんの後ろ止めてますよ。それちょっと剥がしてみてよ。剥がしますうん。それ取るとどんな感じ大い長いっすよ。はっ <laughs> <laughs> まあ、なにこれやばだった。確かにだったじゃさ、もうさ、切った方がいいよ、それ。 切った方がいいよなぁ。ねとんでもないことになってるよ。<laughs> ね<え>ちょっとパイナップルジュースを飲みます。かき氷のいちごじゃないんだからさ。かき氷のいちご、うまいこと言うな。うん。ななちゃん、あれ、出身も生まれも関東っすかそうだよ。ほんまに、うん、なんかそんな感じせえへんな。なんで いやーなんか関西の血が流れてるような。なな全然流れてないっすね。ほんますか、うん、いや、なんか関西っぽいわ。全然言われたこともない。あ,あんたは関西やわ。関西の女子やわ。わかる。どっかでつながってるかもしんないけど。えー、えー、んうん。わからんなえ。でも関西の人は好きよ、めちゃくちゃ。ほんまそう,そう、関西弁も好きだし、文化も好き。 関西の文化って、そのどういう文化なんかあるなんかあ、アキンドの、ねえ、アキンドの精神とか、あーね、そういうお笑いとかの、かソウルとかね。うん。いや、関西によあル。関西、関西ってあれやねアホとかボケとかって、うん、アイスよ、ね、何そにアホーっていうの、アイスや、ね。全然いい、全然いい。アホー。アあの関東の人やっていうけどね。 でも、バカはわかでしょうバカはんでしょう口なんでしょうそうなんですよ。うん、あの <coughs>、関西人はバカっていう言葉にすごい敏感なんですよ、うん、でもね、僕ねあれなんですよ。生まれは東京なんですよ。え <laughs> 生まれは東京なんですよ。あ、そうなのはい、あの東京のどこ小学,校、はい、小,小学校3年生も東京のフッサになんですよ。フッ,フッサン、あのー、フッサン。 福岡の福に生きると書いてっす、ね、ふっ太刀多分立川。立川ああ、そっちの方ねーに。阪神大震災の3日前まで、ふっさに乗ったんですよ。へえ、そうなんだ。阪神大震災の3日前から、えー、1月14日か95年の。<laughs> それは起きて、うん,ん起きちゃってどうしちゃったの起きちゃっていや大変、大変でしたよ。僕 その時は兵庫で、今は兵庫なんですけど、兵庫の深海地あかんに言ったら、あの三宮ってかります。わかるわかる。あの辺す。ちょっとやんちゃなところでしょ、三宮って。三宮そうですね。ねえ。空港近いんだっけえ関空の近くだっけ関空関空は遠いな。遠い空港うん。 その後ろの絵は何それあ、これプリコネっすね。あ、それがそうなんだゲームのあ、そう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 ,そう。それ好きだね、プリコネね。プリコネ大好きっすよ。見ます見たい見たい。あら、いっぱい当たる。もうちょっと近くで見せて、近くで、ね。近くですか。その、ど、どのキャラクターが好きなのそのプリコネちゃんの。プリコネちゃんの僕が推しなのは、この、ゆいちゃんですね。 ああ、メインっぽいね。あー、でも、あ、でも、他にいっぱいキャラクターもーおるんよ。でも、なんか人気ありそう、<れ>ピンクだし。うん、声優さんも、まあ、いや、声優さんの話いいやあ。なかなか、髪の毛ピンク色なの。そうなんですよ、とか言って、そういうとこは。そうなんですよ。いやでもあれなんですよ。それよりは、この五等分の花花嫁って知ってますか。あ、それ、なんか聞いたことある。はい、五等分の花嫁。有名よね。 そう、この二のちゃん、二のちゃんが髪の毛ピンクやから、ちょっとピンクにしようかなっていう。うっていうのもちょっとあったりな。なんか全部同じ顔に見えんだけど。<laughs> え。これ。この五等分の花嫁。<laughs> まあ、確かに。そうすよ、ね。みんな顔一緒じゃね。顔。顔 <laughs> 髪型違うだけで。髪,髪型が違うだけで。で <laughs> い、五つ子ちゃんなの、これ。そうなんですよつつ。五つ子なんす。あ、だから顔似てんだ、みんな。 そうなんですよ。はい、うんああ、そうなんですよ。え、え奈良さん。お部屋見たいお部屋、ルームツアーしてみて、ちょっと。いやいや、ワンルームで汚いもん。ちょっと見せて、お風呂場とか。野田通りぐらい汚いで。ほんと見せて。じゃあちょっと外髪、ちょっと外髪に、外紙そうだね、そうだね。あんまり。外髪どうやこれ外髪は。はあのある上らへんない、くる<の>ってんなのとこ。ああ、立ったね。見せて。 うこれ何ここどここれあれっすね。お風呂場の。あ、これバスルーム <laughs> 汚いえー、でも、カビとかは生えてないね。まあカビはないっすよ。棚がないだけじゃ棚が,棚が、ねあ。そうなんです,すよ。僕。 あの掃除はできるんですけど、あのー、整理整頓っていうのが苦手で。あ<ー>あ、はい、だから、ちょっと、奈々ちゃんにちょっと、やってもらおうかな。私はね、整理整頓はできるけど、片付けはできないの。おこがましいおこがましいわって言われるわ。いや、全然、整理整頓は私上手いよ。マジですかでも、掃除ができないの、あ私あ。あ、じゃあ僕と反対ですね。そ<の>じゃあ僕も。掃除やも汚いんじゃ汚い。フュージョンすればいいかもね。じゃあ、おつ、 続きましては玄関ですね。うん、ああ、なんか普通棚がないんだね。はい。普通の棚が。汚い汚いなんかそのドアの模様なんか面白いね、ブツブツで。えドアの、あちょっと待って。お酒、お酒。え、うん、ドアの模様が面白いなん,なんか大理石みたいな、ブツブツみたいな石っぽいね。これね、注文してやってもらったんですよ。いや、そのまんまでしょ。 そのポストを古いね、ポストね。そう,そう、ガチャンってやるやつ懐かしいね。ああ、そうそうそう。そう下にガチャンってなるやつ。ちょっとガチャンってやってみて、それ、ガチャンって。うん、ちょっと待って。ポストガチャン。懐かしい、それ、そのタイプ。まあ、今あんまないもんな。これがセンあそれと、34?34? バイクを吹くための吹くピケバイク持って。んだね そうっすそれどこっすメーカー産業これどこやろ日立いや分からんたぶん韓国のたぶん中国ちゃうかな待ってなアー R かなアー R えメーカー書いてへんあ書いてないとーーえこれこれがメーカーそれなんだなんて書いてある ?HH って書いてるわ。ール？なんだろう見たことないね。 うん、俺もなハーブリーラックス。ああ、有名なんだね。ハーブリーラックスだって。山田電機のオリジナルブランドだって。あ、そうお、山田レコーダーはこれ。ここ新鮮活応援なんとかとかで買ったのかなあ、そう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 ,そう,そう,そう。安いね。あのそ,うそうそうそう。ここに引っ越すぎな。うん。これ、これと、この、電子レンジと。あ、その冷蔵庫ね。 セットで何歩やったっけっ、うん、3万円ぐらいいやそこまで安ないわ五万五万はしたと思うさすがにちょっとそれ開けてみてよ冷蔵庫冷蔵庫見せてあらきゅうりが立っちゃってんねえこれあれっすねネギっすねネギそれよく立つねそれなんで立てたの <laughs> で立てたいやこのネギがなんか、うん、俺に問いかけてきたんですよ あそう,いうこと。アンテナみたいにね俺は俺はたい。俺は立ちたいんじゃ飲みかけむ,むぎっちゃと。それ何お好み焼きソース焼きそばソースですね。何のああ、おたふくね。関西っぽいよね。ねで、ポン酢は何ポン酢ちょっと見せて。ポン酢。あ、味ポンね。賞味期限に注目。え、何年って書いてあった <laughs> いやー、1万人にこの汚い部屋さらすってもうもういいわあ何年って書いてあった今 ?17 年か8年じゃない。17年あー、2017年だ。何年前 ?2017 年う6年前か。やばくね。24年って言ってるよみんな。全然使えるやろ。やろうんそれ何です。猫ちゃんは猫ちゃん。猫って何？ 猫飼ってなかったっけ？猫。ニャーニャー。違う。たま。たま違う。洋服見せて洋服どんなどんなブランド好きなの？ブランド？うんパンパンツ見せてパンツ。えパンツ見せてええ追加的に大丈夫？あダメだね。分かんないの？うん。でヘルメット見せてそのヘルメット変なヘルメット。変なじゃねえよ。どこに？変なちゃう。いや安物もすよ。 なんていうとこゼンタゼニスゼニスこれ,これインカムインカムって何いやこれであのブルートゥースつないであ,あ<の>電話しゃべれるのうん電話もできるでしょナビええー Google マップとかヤフーナビとかげるあそんなヘルメットついてんだそうそういやうんそうそうまあまあこれつけたんですけどねでその奥のダンベルみたいな何 <laughs> あかん見られたダンビールちょっとさ遠くに携帯置いてそれやってみてよそれよーしちょっと待ってね準備するわ、うん、うおっ筋肉あるじゃんおっビールっぽいおーおーまあ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 結構筋肉質だね体ねそうですねはい12のそれ何キロこれは 十二十、またね十二十、10あ結構重いね。十八、うん、三十五キロぐらいですね。三十五キロ、かかはい。おすごいね。<laughs> すごーい。よろしい <laughs> <laughs> お願いしますそうって歌ったよね。え お願いますそうめっそめちゃタタタってて腹腹腹筋は腹筋腹筋はしてみてよすいやーでもなんか引き締まってるからだよね<あ>どうしたのそのやけどはこれ生まれつきい、ね、やアトピーなんですよああそうなのごめんねいえいえ あと気になってますよ。173センチ。たぶん75キロくらいかな。うん,ん ?173 センチで、うん。75キロくらいですうん。下から見るとブスね。ちょっと下から映してみて。<laughs> じゃ、変顔じゃなくて普通。フェリシーフェあの、藤見先生がね、ツイートしてくれたよ。あなたのことを。 腐ったハマンカンがいるとハマンカンって何だろうね、これ。いやー、でも嬉しいですね、そういうなんか、有名な人がそんななんか、くれる逆に嬉しいっすわ。注目されてるってことはあなた、半信者に。マジっすか注目してくださいよ。オカマ界隈で。取り合いになっちゃうかもよ。オカマ界隈で、このハゲが、ハゲたおっさんのこの、え、お金持ってない、貧乏今さ、ちょっと財布見せて、財布。 <え>持ってんでしょうかね<え>お財布の中身見せてちょっと。わかりました。1万円いっぱい入ってんし、実は。ねえわ。ちょ、もうお財布の中身見せてよ。<laughs> ちょ、何の財布コーチあー、<ホ>なんだっけポール・スミスああたぶん光であれやだね。大学生みたいだね、財布持ってる財布。心は <laughs> そうや。心は大学。 中身、あの、個人情報見えないようにちょっと見せて、中身パッと。個人情報うん、見えないようにね。あ、でも札入ってんじゃん。え、それ、全財産食べちゃったと。<laughs> それはそうなりますよね。汚いよ、札は。<laughs> おさお札倍金だらけだからね、いト,トイレって一緒よ。そうやね、お札っていっぱい。だってね、うんうんうんこしてそれで触ってるやつもりだから。でねね、六、ね、千円ぐらい持ってるの今。ちょっと待って、え？あ、あのあのさ,さ、財布の中にはな？財布の中には七千七千、うん、ペソ、七千ペソあります。七千ペソなんだ。 うん、これペソナスです円に埋めてペソナス。うん、まあ、やっぱ円やった。うん、でも、まあ、お金なくはないんね。<laughs> <laughs> 終わろうかな。<laughs> もう使っちゃった。もう終わるって。僕は幸福ら外れましたか。いや、外れてないよ。 外れてないんすかうん送りますねじゃプライベートラインありがとうございますそれだけ聞きたかったんです仲良くしようぜ仲良くしようぜはい,はいじゃあねはいありがとうねはいこちら3人 <laughs> <laughs> だねひろきくんえー、じゅんくんえっと誰だっけ大ちゃん、まあ、そんな感じで、ね もう終わりますよ。ちょっと疲れちゃった。<laughs> パワーを吸い取られちゃう、うん。まあ、3人にはプライベートラインを教えるんでね、この後ね。うん、それ、毎日聞いてください。どうなったかっていうのね。はーい。おつじょりでーす。はーい。